では、3の道家の思想、今ね、中国の神話というのを初めにやりまして、で2回目に孔子ですね、孔子やりまして、で、3回目が見外思想、牧師ですね。で儒教や牧師の見外思想、これが論争してた、儒牧論争ってありましたね。そういう論争は無意味だということで、それを両方とも批判してですね、道家の思想という無意自然でいかなかった考え方ですね、それが今日、やるわけですけど、特に、老子の道徳教と宗旨が、の話を、まとめた宗旨ですね。でまず老子は実在したかという話からなんですけど、いにしえの麗しの霊学ばんと孔子は老子を訪ねたりした。今まで、孔子がですね、老子が周の古文書とか扱っている仕事をしていたということで、周の時代の古い礼学を知ってるんじゃないかというので教えてもらいに行ったという話なんですね。そのことが司馬遷の史記に載っているわけなんです。で、老子、この画像は老子道徳教のですね、非常に古い寛大の写本というか、寛大のものであるということですね。金本老子とかありますね。そういう布に書かれた老子であるということですね。最初は木簡とかそういうのに書かれてたと思います。老子道徳教というのが老子の思想を語っている本なんですけど、これは老子っていう個人の言を集めているんではなくて、いろんな道家、道家の人たちの教えが混ざっているんじゃないかとよく言われますね。だからいろんな道家の人を集めて老子道徳教ができたんちゃうかというふうに、そういう評価が後世からはなされているんですが、もちろん老子という人がいて、その人の話、その人が書いたということに、言われているわけですけど、物語としては、物語という式なんかではそういうふうに書かれているわけですね。老子は結局その苦県の出身で、だからあだ名がですね、名前は李ですね。で、字というね、耳っていう。であだ名が丹という、だから老丹、老子の丹で老丹という人もいますけど、姓は李であるという、だから李治とも言うし、で州の、主導室の李なりとか、管理の李ある。ちょっと違うけどね、要するに同じ意味です。役人だということです。だから州のいろんな書物を結局守っている、管理の役人であるということですね。
で、だから衆の霊を知っていると孔子は考えて、まあ、衆の霊を復興するのが孔子の考え方でしたから、孔子は、まあ、衆に行って、まさに霊を老子に問うとですね、老子曰く、ね、死の言うところは、ね、その人と骨皆すでに朽ちたり、ここまで言いますと、衆は孔子は衆に行って行くと言っているんですね、まさに孔子老子に霊を問いました、で問おうとしました。で老子はその時に言ったところは、死のというのは老子が、まあ、孔子が、まあ、立派な身なりで聞いたんでしょうね、霊を聞くに行くんだからというので、ちゃんとしたほんなら、まあ、いや先生のおっしゃるところはですね、人と骨は皆朽ちていますよというのは、これはどういうことかというと、要するに収蔵地というか古い時代のことを書いた書物があるわけですね。だからもうその人も生きてないわけですよ、昔の人なんやから、ね、その時代はもう終わってるわけなんですね。一人その弦のみあるということですね。でかつ君子はその時、ね、その時をすなわちガスでね、君子はその時を得て乗るものであると、ガスというか乗るということですね、その時を得ざるばすなわち放類にしていくということですね。だからその時を得ていないとあちこち転々とするみたいな、ね、転々としていってしまいますよ、我これを聞くにね、良きかは深く増して、虚のことしと、まあ良い商人は、深くしまっているということですね、そして、持っていないように見えると、今日やから何もないみたいに見えると、君子、正徳、徳が盛んならば、盛んならば要望は愚のごとしと、その君子が、まあ、徳が徳に満ち溢れた君子やったら、かえって要望はアホみたいに要望しているということですね。バカしこそうには見えないはずやというわけですね。ね、死の狂気と多欲をされる。先生の死というのは孔子から、老子から見て孔子は立派なことできて、まあ、先生と言いたくなるような格好してたわけですよね。先生のその怒った気持ちとか、それから古代の例をですね、勉強してね、で現代に蘇らせて霊学復興のね素晴らしい世の中にしようという、まあ、欲に満ちてるわけです。そういう欲を、まあ、去りなさいと、 そんなんねあかんと、ね、ね、だからいかにもね、だからみだらなもったいぶった様子、ね、これが退職がもったいぶった様子、ね、みだらな志、退職と飲酒をされるでしょうね。だからここは狂気と多欲、
退職と飲酒をされということですね。だからもったいぶった様子だとか、みだらな志、みだらな志って何やんとみだらな志ってすごい言い方ですね、やらしいかん、スケベ根性みたいな感じでね、あって、でなんかこう世の中をですね、自分の理想の色に染めてやろうと思っているんじゃないかということでしょうね。だから儒家というのはそういうものでしょ、そのあるべき姿みたいなものをね思い描いて、それみたいな世の中を染めてですね、きれいな世の中にしようという、浄化してやろうという考え方、それは乱れやね、そんなね自分の勝手に思い込んだ理想とかね、そういうもので世の中染めてやろうっていうね、そういうのは あかんと、まああまりにもねスケベ根性やということを言ってるわけですね。これ皆無益、死の身に無益になるということですね。それはあなたにとって、決して、いいことじゃないよということですね。我、持って、作るところ、死に作るところはこのごとくのみと、こういうことだけやということですね。だから、要するに、あんたに教えてやる気は全然ないよということですね。というのは、古い時代の霊学を復興しようとすること自体がもう間違ってるんじゃないかと言いたわけですね。それは古い時代に合ってた霊学やねんから、今に合ってないに決まってるわけですね。それを無理やり、今の世の中に復興させて、そして昔の方が良かったみたいなことを言ってですね、昔にしようとするわけですから、そこ無理があって、それが争いのもとにならんと限らんわけですから、そんなに力貸してやる気持ちは一切ないということであります、ね。だから何かしようと、そういうスケベ根性を持ってる人には愛してやれへんということですね。ただこう昔どんなんやったんか知りたいっていうだけで来てるわけじゃないでしょ、講師の場合はね。だからそれやったらやっぱりね、ちょっと教えられないということを言ってるわけなんですね。こういう場合がね、これ有名ないですね、老子と孔子が話をしているということでね。孔子が去って弟子に言うには、ね、鳥については、ね、我、その翼飛びを知る、その鳥については、それが上手に飛んでいる、翼飛ぶ、どうやって飛ぶのか分かると、魚、我、その翼泳ぐを知る、ね、魚がどのように泳ぐのかわかると、獣は獣、我、そのよく走るをする、獣がどのように走っているのかを知ることが知っています、ね。走るものを持って、網に網をなし、ね、泳ぐものを持って輪をなす、これは魚が泳いでたらそれを網で取れるわけですね。飛ぶものは持って着ぐるみをなすと、イグルミで取るものをイグルミで捕まえるというわけですね。で、竜に至っては我、よく
その風雲に乗って天に上するを知らず、まあ龍がですねどのようにして雲に乗って天に登っていくのかわからない、とだから捕まえられないということですね。我今日老子にまみゆと、それなお龍のごとしやということですね。だからそんな龍のような、まあ、人物だったよと、老子にまみえたけどもということでね、非常にスケールが大きいということでしょうね。そして、その正体がわからないというか、どの龍が天にどのように登るかわからないって、その相手の前から、そのまあやることの能力っていうのは どのようにねできているかというのをわからない、正体がわからないというか、そういうことでね、そういうスケールが大きい人物だったということでね、龍に例えるということは最高の前から褒め言葉ですね。龍が前だと、まあそういうことで、老子は孔子をですね巻いたら袖にしたわけですね。教えられへんというわけで、その、まあ、理由ですけど、要するにまあ、さっきも言いましたように、もう昔のことやから今にそれを復活させるというのが、まあ、結局役に立たないばかりか、今の時代に合ってないわけやし、無理に押し付けようとしたら、まあ、争いのもとになるということですよね。それにその態度が、まあ、気に食わないと、孔子の態度ですね、あまりに礼学復興について熱弁を振るったかどうかは書いてませんけど、まあでしょうね。世の中を自分が正してやろうというふうな姿勢でもって、こんな世の中やから昔の素晴らしい例を復活させないといけないと思いまして、先生どうぞ教えてくださいとか、そんなこと言ってしまったのかもわかりませんね。だから世の中を自分が正してやろう、自分の肩に世界がかかっている、だから私が世界を救うためにあなたが協力するのは当然というような意気込みに、まあ、見えたということですね。それがね、やっぱり間違いのもとです、ね。だから、いにしえの霊学は素晴らしかったと聞いているので、どんなものか教えてもらって、やってみたいと、そこから学んで、もし今の霊学にも取り入れられるようなものがあれば参考にできたらと思いますぐらいに言うねったらいいんだけども、今はダメみたいな、昔は素晴らしかった、で世の中正したいみたいなことを言われたんでは、どうもねそれはちょっとどうかなと思ってしまったわけなんですね。だからまだ周の霊学知らないわけでしょ、孔子も教えてくれるんだけどね。ところが昔の方が良かったみたいな思い込みが最初からあるわけですから、それはもうやっぱりね、老子に言いましたら、そんなもんは昔、そんな昔の人はいないやしね、もうみんな骨になってるわけだから、そんなもんはあかんと、そういうことですね。で相手の考えも確かめないで、ね、自分の腹を見せてしまっているわけですね、孔子は。だから良い商人とは言えない。良い商人は隠すということ、自分の表面に出さないもんやということでね、それをまあ理屈をとうとうと述べるというわけで、そんな賢いのがかかったらもう自分で調べていいやん、ね、ということでね、修礼というのも昔の人が作ったわけやから、それに負けないものをあんた賢くが作れるやろというふうに思いますからね、教えてやらなくてもいいみたいになりますよ。だから教えを請うということはやっぱり愚かな顔をしないといけないはずやというのが老子の考え方で、
それは面白いですね。だからあまり賢そうな顔をしない方がいいんだと、むしろね、教えてあげたくなるような愚かな顔つきをしているものだということでね、まあ孔子は老子に一本取られたということですね。教えを聞きに行くのに偉そうに理を解いて正義みたいな顔して行ったということでね、教えを本にやったら、あ、私何も分かってませんからね、教えてちょうだいっていうふうなことで、あまりね、相手の考えとか相手の、ね、理想とか思想とか全然分かってないで、言ってるわけですから、自分の方からねバーッというものを広げてしまったのはダメだっていうことですね。だからこれは非常に臨場感があるということでね、そういう意味から言えば実話じゃないかと思われるわけですね。そういうこの本当は君子はそんなパッと自分の見せてしまえへんもんやとか言ってね、でまあお金が押してあげへんとか言ったんだから、非常にこう臨場感あふれているということでね、リアリティがあるんじゃないかなと思う人もいるでしょうけれども、しかしこれはそれは確実とは言えませんね。だからまあそういう話を、まあ、なんか自分の体験に基づいて、作ったのかもわからないわけで、孔子が老子に、まあ、その聞きに行ったっていう話が、まあ、本当かどうかっていうのは、まあ、その本当じゃないっていう証拠は何もないわけですから、あ、何も疑う必要ないっていうわけ、必要ないわけですけど、しかしまあそういうものを創作したという可能性も、まあ、あるということですね。捨てきれないかもしれませんとか書いてありましたけど、だからまああれね、歴史家っていうのは確実証拠なかったら信じないっていう人が多いですよね。でだからな、老子なんていうのもですね、大体おかしいじゃないかと、まあ、この時代に孔子と一緒の時代に生きてたら、老子道徳経に出てくるですね、理事っていうのはもっと後の人やということでね、何百年も生きてることになるんですよね。だからこの話を皆創作家と言いますけどもね、しかしまあこういう、書かれたいきさつっていうのが載ってましてね、老子は道の徳をため、その学は自ら隠れて名を挙げることもなく務めを成した。衆にいて親しかったが、衆が衰えるのを見て立ち去って席を通ろうとしたら、席の役人の、息が、言ったと。先生、まさに隠れようとされているのですね。どうでも私のために書を表してください。ここにおいて、老子の著者は上下編で道徳の意味を五千余字で語って去ったのである。どこで亡くなったのか知られていない。あるいは、いわく、老来子もその人である。著書は15編あり、道家の用を語った。老子と同時代とされると、孔子と同時代とされる。けだし老子は160歳余り、あるいは200歳余りとも言われる。その道を治めることで長生きをしたということだ。孔子の死より後、129年にして四季に周の太子丹の真の健康にまみえて曰く、
はじめ真は衆と衆と相手五百歳にして離れ、合併したと言います。離れて70歳にして会おうなるもの遺伝と、あるものは、単はすなわち老子といい、あるものは非なりといい、世にその善美を知るなしと、それが本当か知ることで、知るのはいないということですね。まあだから何を言ってるかというと、要するに、まあ老子はまあ孔子と同じ時代の人だったんだけども、まあ、一応学校を収めて引退しようとして、で関所でですね、関所の役人に手は承知してためてから、まあ、通ってくださいというふうに言われて、五千余字で、まあ、語って去っていったということで、五千余字残してたということなんですね。でそれが、まあ、老子と東京のもとになったと言われているんですが、ただ、まあ、老子は孔子は70代で死んでるわけですが、老子はですね160歳余り、あるいは200歳余り生きたと言われていて、で孔子の死後129年目にですね、太子丹という人が真の健康にまみえて、その真は衆と一つになってですね、そして、500年経ってからまずそこから離れて、で、その真から始皇帝が出て、統治することになるということを言ってるわけですね。でそれであるものはその大使丹のことは老子と同一人物だと言って、あるものは知ったことはないと言ってるけど、それはどっちかわからんというふうな話ですね。要するに、まあ、老子の考え方はどうすれば長生きできるかっていうふうなことを説いている面もあるんで、それで長生きしたんやろうという、ね、その自分 の, その長生き法っていうのを実践してね、長生きしたんだろうというふうに、まあ、言われているわけですけれども、その要するにその老子道徳経の中の言葉で、いわゆる書き換えられている、修正されているわけですね。ですから同じ人が、まあ、修正していったんやったら長生きしてないとおかしいということになるわけです。だから非常にこう長生きしたというふうに思います。でもそれではちょっと長生きというのは実証がなかなか難しいですから、普通人間やっぱり100歳以上生きることはめったにないんで、まあ、現代でも世界で一番長生きというのは110代ですよね。ですから昔はそのもっと長生きできたんだというふうなことは考えられないんで、だからやはり、別の人が、つまり別の同化の思想を持っている人が、まあ、老子の思想をですね受け継いで、あるいは付け足して、あるいはいろいろね、変えていったかもわからないということで、だから戦国時代の同化の思想が、まあ、集まってできているのが老子道徳経だというふうに、まあ、評価されているわけですね。だから原稿用紙にしたら五千余字というのは 12.5 枚に過ぎないわけですが、秩序にこう書かれているわけだ、非常にかさばったわけですね。この順番がこの結局番号を全部打っててくれたらいいんだけど、そういうしてないんでバラバラになって順番が間違えられたりしているとですね、困るわけなんですね。意味も変わってくると
ということで、大変な量であったわけなんですね。だから、どうしたんの話ね。で、老子は長生きの、まあ、その老子たんと、老子が同一人物だったら、太子たんとね、老子が、まあ、同一人物だったら、孔子、老子と孔子が同年齢だったとしたら、234年以上生きているということになっちゃうわけですね。そこで、まあ、長生きの代表として、神仙思想では、太上老君というふうに呼ばれて、不老不死の神として崇拝されているということで、やっぱり道教の中で、まあ最高神と、まあ、最高神というのは天帝のことですけどね、天帝とか 天皇大帝とかね、言いますけれど、そんなんと、まあ、並び評されるぐらいの重要な、まあ、崇拝をされていることになりますね。で、老子道徳教が非常に尊ばれている道教思想の中で、でも聖典といっても教義として道教を制約しているわけではありませんということでね、まあ非常に深遠な思想ですから、公正あらせと言ってるわけじゃないわけですね。まああるがままに生きていき、くのがいいですよというような、無意思伝がいいとか、そんなこと言ってるだけですから、何かそのこうしなければいけない戒律みたいなもんではないわけです。で、まあ、老子が実在したかどうかは、老子道徳教が一貫した一人の人間の思想で書かれていたとしますと、その内容からそれを書いた人が老旦であったかどうかは別にして、著者である老子は実在したことになる。その意味で私の感想ですが、複数の道家の思想や文を集めたとしても一人の人間が書いた著作だと思いますね、書いてますけど、まあこれは要するに老子道徳教というのは一貫した、まあ、書物になっているんで、まあ一人の人間が結局最終的にはまとめているという。ことですね。だからそれはその孔子としての時代に生きてた人が234年生きたとか、そんなことは言えないし、孔子と一緒の時代に生きてた人がすでにその時にもう何かを変えたとも言えないわけ。まあ最終的に、やっぱり変えた人は老旦の思想とか、そんなの参考にまとめたということですよね。